テレワークが浸透した一方で、人材育成の問題やコミュニケーションの課題、イノベーションの停滞など新しい問題が発生していませんか？このような課題に対してどのように取り組んでいこうとしているのか、ではトークセッションをご覧ください。テレワークだからコミュニケーションが取りにくくなった、イノベーションが起きなくなったということではないんじゃないかと。うちで仕事をしていてもそんなに効率下がらないぞ、何が何でも出社するということは無駄じゃないかと、会社として新しい価値を生むということが大切だったんじゃないの、こういう本質思考に皆さん立ち入った。組織改革とさらに働き方を新たにリデザインする CX、 これが必要であるというふうに気づいた。リアルとバーチャルが本当にハイブリッドな空間で一つになってプロジェクトを回していく。ハイブリッドワークで目指すのはイノベーションを日常化する構造です。バーチャルのつながりも含めて寄ってたかって想像するのがこれからのオフィスの主目的になってくるという、そんな感じなんですかね。